こちらショコラです。今日はですね、こちらのウェアハウスさんのですね、1920年代のダウンポケットモデルのジージャンですね、着用して2年経ちましてファーストウォッシュしましたので、そちらの色落ちを見ていただこうかなと思っております。というわけでですね、こちらタウンポケットモデル、これ頑張りました。マジで、はい、もうだから2年経つんですね。厳密に言えば8月ぐらいに買った気がするので、あと1、2ヶ月ってところなんですけど、まあでももう2年っていう感じですね。本当にだいぶ毎日着ました。寝る時も着ましたし、このジージャンはですね、結構好きだったんですよね。買った時の動画も言ってるんですけど、草薙くんが持ってて笑っていいと思うとかで紹介してたタモさんに着せてたような、本当にもう実物見かけたら本当うん百万、下手すりゃ千万ぐらいクラスの、ジージャンなので、確かね今見つかってるのでも3着ぐらいしかなかったんじゃないかなみたいな、もう幻の希少種ですね。それを復刻した、ウェアハウスさんが復刻したっていうモデルだったので、本当にね、俺すっげー好きだったんですよ、これ。笑っていいと思うんで、それこそ草薙くんが紹介してるのを見て、かっこよっていう。何が好きって、ここなんですよね。ここのね、プリーツみたいになるっていうか、ここピーってちょっとね、こうやって当たりが入るモデルなんですよね。肩でジャストで着るというより、肩もちょっと落ち気味で、ここにどうしてもこう、シワが入るみたいな。これがね、すげー普通のジージャンっぽくなくて好きで、これは、もう本当妥協なしで、もう半年とかじゃなく、もうマジで、とことんやれるとこまでやってみようと思ってですね、一応2年やってみました。まあでこれ以上やるとですね、言ってもこの匂いとかもきつくなりますし、汚れがどんどんその生地自体をダメにしちゃうので、どんなに長くてもまあ2年ぐらいかなとは思ってるんですね、自分の中で。3年4年ってなると多分ちょっと本当に迷惑レベルに、周りにも迷惑になってくるし、もう生地自体がどんどん破れていく気がするんで、肩的にはそんなにこうそもそもの生活自体がそんなハードな感じじゃないので、そんなにこうね、こうゴリゴリに色落ちするわけじゃないので、そこまでね、その汗かいてるような状態で着たりとか、その着ながら汗かくようなことがあんまりないので、そんなにね、匂いとかもひどくはなかったんですけど、まあ、とはいえね、デニムを着てるなっていう匂いはするんですよね。だからまあそろそろ洗おうということでですね、洗いまして、これのジージャンの、このどういうジージャンかっていうのはですね、その2年前の動画なので俺もちょっと探しまして、概要欄に貼っておきますので、ちょっとそちらを見てみてください。そちらで詳しく説明しております。これのり付けしたかどうかもちょっと2年前なんで覚えてないんですけど、多分まだやってなかった気がするんですよね。普通に、さらっとファーストウォッシュだけしてそのまま着るっていう感じだったと思うんですけど、なのでそうやって着てですね、こんな感じになりました。まあでもその努力の甲斐あってか、なかなかいい色落ちになったんじゃないですかね。他にもね、ジージャンいくつかやってたので、重ね着したりとか、あと仕事中にこっちを着て、違うの家で着てとか、こっちを家で着てそっちを仕事に着てみたいな、まあなんだかいろいろローテーションしたりして、でもこれはもう最後の方とかもずっと寝る時も着ていたので、かなり本当根性履きじゃないですけど、本当根性着的な感じで着ましたね。もう本当上手い人がというか、もっとこうゴリゴリ動く人とかが来たらですね、もう最初の半年とかでもう十分追いつけるくらいの感じだと思うんですよ。まあ腕はいいとしても、ここら辺の感じ、やっぱここら辺がね、そんなにこう日常生活触れる部分じゃないじゃないですか。だからね、そんなにとはいえ俺の中でやっぱ2年来たなっていうだけあって、そんなにこう擦れない部分なのに、だいぶ落ちてきてるし、当たりも出てるかなっていう感じですね。これの
パッカリングって言うんでしたっけ、こういうちょっとポコポコっとしたこういうあたりもちゃんと出てるんで、やっぱね半年1年ぐらいだとねここまでがっつり出ないんですよね。いつも2年来たらこうなるんだなっていう感じはしましたね。これのね一番好きなところはやっぱりなんつってもここですね。この色落ちが一番好きですね。でもここもねあえてこうわざと自分でこう着ながらこう擦ったりはしてないので、もっとねしてればもっと激しくなったかもしれないですけど、まあここあんまりいじってもなというかあんまり気にせずにほんと普通に着てたのでこんな感じですね、はい、腕はもう最初のあのよくあの俺の動画を見てくれてる人だったら分かると思いますけど、最初は濡れてる段階でもうガンガンこうやって後つけてから着始めるんで、もうここはもう必勝法というかもう確実にこうなるだろうなっていう予想通りっていう感じのまんまできましたね、はい、ちょっとせっかくなんで着てみます。はい、こんな感じです。だからちょっとタンクトップです。普段はねちょっとね脇とか直で当たるの嫌なんでこの後洗うので、まあ、タンクトップで着てますけどね、普段はもちろん T シャツとかロンティーとか着てますね。こんな感じです。ボタンはですねなんか止めたり止めなかったりですね、なんか腕時計とかしてるとちょっと邪魔になるんでここは外して着てたりとか、あとまくったりまくんなかったりももうその時の気分次第で、はい、こうやってやってたり普通に戻したりもしくはここで止めたりしてます、はい、あんまり関係、まあ、厳密に言えばなんかねあるんでしょうね。ここを止めることでできるあたりと、ここを止めないことでできるあたりがこのあたり多分違うと思うんですけど、もうそこはもうよくわかんないんであんまりこだわりせずにただただ着用のしたい方感じでやってました。外してた方が楽は楽なんで外してる方が好きは好きですけどね、窮屈じゃないので。実際もねこれをこうコーデとして着るときはどっちかっていうとジージャンこう袖を 2,3 個ぐらいこうまくって着た方が個人的には好きかなと思ってるんで、まあいずれはこう来ますけど、はい、とりあえず色落ちの時にそれやっちゃうとね変な当たりがついたり、むしろ全く当たりがつかなくなっちゃうんで一応こうしてますけどですね。やっぱり、普通のウェアハウスさんの今までのというか普通の他のデニムとやっぱ違うなと思ったら、やっぱ色のノリが違いますね。やっぱこの1920年代っぽいというか、まあ、ぽいっていうか20年代のやつはそんな現物はねそんなにがっつり見たことないんで、あくまで画像とか写真だけですけど、なんていうんですかね、このインディゴのね感じというか表情はやっぱり違うんですよ。でも何がどうっていう言えないですけど、このね白というかインディゴの青と一緒に出てくるこの薄くなってきた色の白のパサつき感というか、なんつったらいいのかな、白のこのコントラスト、青白のコントラストの感じがこう失敗するとすごくちょっとケミカルっぽいというか、ちょっとその安っぽく見えてしまいがちなんですけど、これはすごくそうならないように古い感じがするというか、なんていうんですかね、ここは本当にデニム好きな人がこう見て分かってくれれば嬉しいんですけど、いわゆるこう濃い青の濃紺なものの濃淡っていう感じじゃなくて、ちょっとこう青も淡くなっていく感じなんですよね。だから淡い感じの濃淡がすごくね古いデニムっぽい感じはするんですよね。もっと今のとか そのそれこそ47のモデルのあたりとか普通に50年代ぐらいのリーバイスの色落ちってもっと濃紺でバキッとする感じがあると思うんですけど、ちょっとはいい意味でのぺでもないんですけど、すごく言葉で説明しづらいんですけど、はい、ちょっとまあでもね見て感じてもらえればと思います。ちょっと違うの分かります？青がねちょっといい意味でそうのぺっとしてるというか、濃紺すぎないというか、青がねちょっと白っぽいというか感じがするので、はい、背中がこんな感じですね。今までに持ってなかったこのデニムの雰囲気ですし、すごくね好きです。天然インディゴと確か合成インディゴを 50% ずつで順番戻っちゃったけど、そう何かいろいろ本当にウェアハウスさんが考えてこのインディゴ染めしてるって言ってたんですけど、本当になんか一緒にじゃなくてなんか順番で確かやってたような、とにかくすごくそこをこうこの1920年代のデニムっぽくなるように、考えられて染色されてたと思うんですけど、本当ねその努力はすごいなと思いますし、なんかめちゃくちゃ実ってる気がします。本当にいい具合になってますね、はい。
1920年代のこのタウンポケットモデルの用地の良さが伝わればいいなと思います。というわけで本日はですね、こちら2年間頑張って着用したこちらの色調を見ていただきました。何か参考になればなと思います。サブチャンネルもやっておりまして、概要欄に貼っておきますので、そちらもよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。またね。